長井道夫長井道夫は日本の教育社会学者、文部大臣、戦前に立憲民政党幹事長や卓務大臣、定心大臣、鉄道大臣を務めた長井隆太郎の次男、東京に生まれる、東京高等師範学校附属小学校卒業、当時の同級生には哲学者の鶴見俊介、中央公論者社長の島中法事、作家の中井秀夫らがいる。 東京高等支配学校附属中学校、旧西武蔵高校を経て、京都帝国大学文学部を卒業。京都大学人文科学研究所助手、米国へ留学し、1952年、オハイオ州立大学で、教育社会学の PHD を取得。京都大学教育学部助教授となり、ドナルド・キーンと出会い親友となる。 1957年東京工業大学に移る。1970年東京工業大学を退職。朝日新聞社論説委員を務める。大学紛争の時代には国際キリスト教大学の事務長だった飯田総一郎が都内主要大学の学長、総長の協力を経て八王子に大学セミナーハウスを開いた際、そのセミナーハウスで行われた。 大学共同ゼミナールを長いが主催し、教育の実際的な改革に精力的に取り組んだ。1974年、三木内閣で文部大臣に就任。民間人の閣僚起用は1958年、岸内閣で外務大臣に就任した藤山愛一郎以来、17年ぶりの出来事であった。文章在任中は学校における、 主任制の導入や国連大学の日本誘致に尽力した。三木武雄首相は、いわゆる三木卸ろしを乗り切るため、1976年に内閣改造を行ったが、長井は三木改造内閣でも留任し、同年12月の退陣まで文章を務めた。文章退任後は、朝日新聞社へ戻り、同社客員論説委員や、国連大学学長特別顧問。 国際文化会館理事長を歴任。1993年には、君一当局実大受賞受賞。1996年から、世界平和アピール7人委員会で委員を務めた。1997年、島中法事の葬儀に参列した後、病床に付した。2000年3月17日に77歳で死去。ありがとうございます。